ランドサット8号はアメリカ地質調査所が運用する地球観測衛星。アメリカが長年運用してきたランドサットシリーズに続く最新の衛星である。ランドサット8号は LDCM として計画された衛星である。40年以上の歴史を持つランドサット計画で蓄積されたデータと連続性を持つデータを提供することがミッションの主な目的である。 ランドサット8号の観測データは、地形や土地被覆の把握、土地利用計画の策定や災害対応への支援、気候変化、炭素や水の循環、生態系などの分野の研究での利用が想定されている。ランドサット8号のミッションは NASA というスグスによって分担されている。NASA は搭載センサを含む衛星本体の開発、 衛星打ち上げと軌道上での運用実証を担当した。ユスグスは地上データ処理システムの提供、打ち上げ後の衛星運用を、データプロダクトの作成を担当している。2013年2月11日18時2分にカリフォルニア州のバンデンバーグ空軍基地の第3発射施設からアトラスゴロケットで打ち上げられた。36回目のアトラスゴロケットの打ち上げで、 補助ロケットなし、第2弾エンジン1機、4メートルフェアリングで構成される401型が使用された。アトラスゴロケットの打ち上げサービスは、ユナイテッドローンチアライアンスによって提供されている。観測幅は185キロメートル180キロメートルで、通常は衛星直下を撮影する。1日あたり400シーンが撮影され、X バンドを使用して、 最大 384Mbps でダウンリンクされる。データの受信はサウスダコタ州にあるアメリカ地質研究所エロスデータセンターで行われる。ほか、世界各国が独自に受信局を設置することが認められており、そのデータを活用してユスグスは全球のアーカイブを整備するシステムとなっている。データの継続性を保つため、ランドサット8号に搭載されているセンサは、 ランドサット7号のものとほぼ同一の観測能力を持つ。リクイキーメージャは観測の中心となるマルチスペクトルセンサで可視から近赤外の9つの観測バンドを有し、基本的な解像度は30メートルである。バンド8はパンクロマチックバンドでランドサット7号と同様25メートルの解像度を持つ。NASA の地球観測衛星をマイナス1で テストされた技術が反映されており、従来のランドサット衛星に搭載されたセンサより、可動部を減らして信頼性の向上が図られてほか、検運や沿岸域の調査などに使用するため、2つのバンドが追加されている。熱近赤外センサは、地表から放出される熱赤外線を捉えるセンサで、解像度は100メートルである。ランドサット7号では、 エトムの一つのバンドにまとめられていたが、ランドサット8号では二つのバンドに分けられ、それぞれのバンドで検出を行うように改められた。検出機には、ゴダード宇宙飛行センターで開発された、両シード型赤外線検知素子が使用されている。日本では、産業技術総合研究所が、ジョバグレットプロジェクトの一環として、アメリカ地質調査所と協力契約を締結。 受信局を設置しており、2013年11月22日より、ランドサットマイナス8直接受信、即時公開サービスでデータを一般公開している。データの受信は、熊本県上益城郡益城町にある、東海大学宇宙情報センターの5メートルパラボラアンテナを利用して行われている。データの受信からウェブでの公開までの処理はすべて自動化されており、 データ受信後90分程度で、ウェブ公開されている。ウェブページでは、産総研の開発した検索システムと、Google Earth プラグインによるインターフェースで、JOTIF、または、KML ファイルをダウンロードできる。このシステムにより、従来一般に公開されていたものより、公開像度で最新の衛星画像を無料で広く、利用する環境が整備された。ありがとうございます。